な骨格の流れ全てが結局滞っていくタイプなんですよね。だから一つのポーズっていうだけじゃなくていろんなことをしていきたいと思います。まずちょっと首回しましょうか、はい、その前にちょっと胸をオープンに広げたいので肩を前から上に吸って吐きながら下後ろから下へ吸って前から上に息を抜くように口閉じて吸って前に向いてゆっくり動きますよ。吐きながら頭を下げます。ゆっくりと吸いながら上を向いてください。喉を開けて口から吐きます。はい、じゃあもう一回うつむきます。吐きながらゆっくりと吸いながら右から上へ首を回します。上から吐く息とともに左から下へ、もう一周しましょうか。右から上に吸っていきます。吐きながら左から下へ叩いてます。吸いながら左から上に吐きながら上から右下へ、はい、前を向いてください。姿勢を自分でイメージして整えます。肩甲骨が頭の先まで一歩目、ね、大抵人を前のめりになるのでちょっと胸を張って後ろの方へ反ってるような感じです。はい、じゃあそのまま左へねじりますよ。吸いながら左後方、左手を右手の右の腰の方に巻きつけましょう。左手を右の腰に巻きつけて右手を左太ももの上に、それから吸い息、さらに後方へねじってください。しっかり呼吸します。呼吸止めることなく吸い息、胸を大きく広げてみましょうか。はい、じゃあ緩めて解放してください。前を向いていきます。じゃあもう一個いきましょう。難しいね。どっちの手がいいかな。じゃあ右手を吸いながら真上に上げて吐きながら頭の後ろへ折ります、うん、この時ね、肘を少し上の方に上げて脇を大きく伸ばしてください。はい、じゃあ左手を後ろに回して肘を向けて握手していきます、うん、指先だけでもいいのでつなぎ合わせていきましょう。はい、呼吸ができるところを探します。なんとなくね、イメージして吸う時胸を大きく広げていくように、吐く息は下腹部の深い、そうです。目を閉じて感じてください。自分の内側が吸う息では広がって、吐く息では余分なものが深いところから出ていくような、呼吸を深くすれば吸うほど肩への刺激が和らいでいきます。はい、じゃあ後ろでつなぎ合わせて腕を緩めて右手を吸って高く上に上げて、はい、そうです。吐きながら緩めて下ろしていきましょう。左手も解放です。 OK、 フォーワードポーズします。正座になってください。正座ね、うさぎのポーズです。膝の少し前に両手を置いて頭をその前方、包丁を置いていきます。お尻を上げてください、うん、肘をね、太ももの方に引き寄せて、うん、肘を太ももの方に引き寄せて、もう少しでんぐり返しをするような感じで深めてあげましょう、うん、頸椎、首の骨がね、長くなります。呼吸が詰まらないように、止まらないように、奥歯を噛まないように、深く、細く、長い呼吸しますね。
このポーズ、いいポーズですよ。それから大丈夫であれば、頭はそのまま、両手をお尻の後ろで握手します。握手したら、その拳を上の方へぐーっと上げてください。そうです、呼吸を続けましょう。吐く息でね、肩甲骨の間を寄せるように。吸う息、肩の付け根から持ち上げていく。はい。